ギータリのラジョーンズ・シャンカールは、アメリカ合衆国のピアノ弾き語りジャズ歌手ジャズピアニスト、女優。父はインドで最も有名な音楽家で、ビートルズにも影響を与えた、シュタール奏者、ラビ・シャンカル、イボイモートは、イギリス人、シュタール奏者のアヌーシカ・シャンカル。ジャズのスタイルを取りながら、ソウル、カントリー、フォーク、ポップスなど、 アメリカのポピュラー音楽の要素を取り入れたデビューアルバム Come Away With Me が全世界で1800万枚を売り上げ、グラミー賞では主要3部門を含めノミネート部門すべてで受賞し、本人としては5巻、作品としては8巻を獲得した。ビルボードのコンテンポラリージャズアルバムチャートで143週連続1位を記録するなどの記録を残した。2004年2月リリースのアルバム フィールズ、ライクホームは、販売5日目にミリオンセラーとなった。九州の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第77位。父、ラビシャンカルと、母、スージョーンズの娘として、ニューヨークにて出生。3歳の時に、両親は離婚、ニューヨークから2000キロ以上離れた母の故郷、テキサス州ダラス近郊グレープバイに転居。生活を支えるために、 母数は看護師として働き始め、兄弟もいない野良は家で一人となり、母が持つ膨大な数の LP レコードで寂しさを紛らわせた。彼女はそこから強い音楽的影響を受け、次第に地元テキサスで愛されたカントリーミュージックや当時流行のソウルミュージックのお気に入りの曲をピアノで弾き歌うようになった。5歳の時教会の聖歌隊合唱団に所属。 7歳頃にピアノのレッスンを受け始め中学生頃にはアルトサックスを吹くこともあった。と語った言葉は有名となり、あちこちに引用されている。ビル・エヴァンスからもこの頃に影響を受けている。10代の頃には、モトリー・クルー、ガンズ・ローゼズ、ウォレント、ポイズン、MC ・ハマー、ニルバーナなどを愛嬌するようになり、MC ・ハマーのコンサートが 初めてのコンサート体験となった。15歳の頃、郊外のグレープバインからダラス中心街に移り住み、ダラスのブッカーティー・ワシントン高校でパフォーミングとビジュアルアートを履修。16歳の誕生日に地元のコーヒーハウスで初のギグを行い、ビリー・ホリデーの持ち歌、I'll Be Seeing You をエタ・ジェームズのイメージで歌う。1996年、 高校在学中にダウンビート学生音楽賞の最優秀ジャズボーカリスト賞、最優秀オリジナル作曲賞を獲得し、翌1997年にも同音楽賞で最優秀ジャズボーカリスト賞を受賞する。高校卒業後、北テキサス大学でジャズピアノを専攻。また、ラズロという名のバンドで本人言うところのダークでジャジーなロックの曲を歌っていた。 20歳の大学3年の夏、友人に誘われ、ニューヨークのマンハッタンに旅行。と後に語ったように、1ヶ月の予定で旅行に出たまま、大学へは戻らず、ウェイトレスの仕事をしながら、マンハッタンで出会ったソングライターたちに刺激を受け、自分の曲を作り始める。1999年12月頃より1年ほどは、ファンクフュージョンのバンド、 ワックスポイティックと共演する常連になった。まもなく、ソングライターのジェシー・ハリス、ベースのリー・アレクサンダー、ドラムスのドン・リーザーとバンドを結成、ノラはボーカルとピアノを担当した。結成したバンドのデモを2000年10月にブルーノートでレコーディング。これは、後にブルーノートレーベルから、ファーストセッションズとしてリリースされたが、現在は廃盤になっている。ブルーノート社長。 ブルース・ランドバルがこのデモテープを聴いて、ノラの素質を見抜き、2001年1月、ノラはブルーノートと契約することとなった。ノラは2001年5月からクレイグ・ストリートによるプロデュースでデビューアルバム、Come Away With Me のレコーディングを開始。8月にはロバータ・フラック、アレサ・フランクリン、ダスティ・スプリングフィールドを手掛けたアリフ・マーディンによるプロデュースとなる。 あまりにも巧妙なプロデューサーがついたので、最初の良は口を聞くのもはばかるほど怖い思いだったが、思いのほか気策でたくさんのアイデアを出してくれた、と語っている。しかし、まさか記録的ヒットになるとは、野良本人すら思いもよらぬことであった。2002年2月26日、22歳でデビューアルバム Come Away With Me をブルーノートからリリース。 3月28日にローリングストーン氏が取り上げ、早くも5月にはトップチャートの兆候が現れる。6月全米ツアーを開始。4月には日本でもプロモーションのコンサートを行っており、9月再来日の際には全国5都市のコンサートを成功させ、さらに欧州12都市でのコンサートを行った。11月にはバニティフェア氏の表紙に、 著名なアーティストと共に掲載された。グラミー賞へのノミネートは当然との見方はもとより何部門でノミネートされるかが関心の的となりずつつ2003年1月7日に8部門でノミネート。1月25日アジアオセアニアのツアーの最中ビルボードのアルバムチャートで首位に踊り出し発売から1年も経たず全米で270万枚のヒットとなった。 第45回グラミー賞でノミネートされていた8部門中とノミネート全部門での受賞となり、この年のグラミー賞の話題をさらうことになった、この時のオラはまだ23歳であった。2004年2月4日に日本選考を2月9日に米国以外で2月10日に米国でセカンドアルバムフィールズライクホームをリリース。米国では5日目で100万枚を突破。 これは、ニールセンサウンドスキャンの調査によるもので、2月15日、週末の集計で122,149枚を記録。その後、アルバムチャートでトップの座を4週連続も維持し、最終的には1,000万枚以上を売り上げた。日本でも、銀座三夜楽器によれば、アルバムの週間ヒットチャートで7位につけた。これに伴い、ファーストアルバム、カムアウェイウィズメも、 ヒットチャート18位に浮上した。そして、アルバムのプロモーションのためにバックバンドのハンサム、バンドとコーラスのダルオダを引き連れて、ワールドツアーを行った。2005年、第47回グラミー賞において、の3部門を受賞した。また、アルバム、フィールズライクホームは、最優秀、ポップボーカルアルバム賞に、彼女が幼い頃から憧れてきたカントリー歌手のドリー。 パートンとのデュエット曲で共演するために彼女をイメージして作ったクリーピーインは最優秀カントリーコラボレーション賞にノミネートされた。しかし、それまでほとんどバンドメンバーが作った曲を歌ってきたノラは自分が思うように作曲できないのに世間からこんなに注目されていいのかと思い悩みいろなことに圧倒されて自分を見失った。そして2005年の春。 コンサートツアーとレコーディングの休止を決めた。2007年、ノラは3年ぶりにサードアルバム、ノット・トゥー・レ t トを発表。このアルバムで初めて全曲にわたって作詞、作曲に携わり、シンガーソングライターとして新たなスタートを切った。また、このアルバムはレコード会社も制作していることを知らなかった。しかし、アルバム発表後、休養中に彼女を支えてくれ。 自宅スタジオでのアルバム制作にも協力したバックバンドのベーシストで恋人でもあったリー・アレクサンダーが夢だったレーサーを目指すと言ってノラの元を去り彼女は公私ともに8年間一緒だったパートナーを失うことになった2年10ヶ月ぶり自身4作目のアルバムザ・ホールをリリースし全世界で500万枚を超える売り上げを記録 2003年にバンドメンバーを中心にリトルウィリーズを結成。ノラはボーカルとピアノを務める。以降2年にわたってセッションを続け、2005年にレコーディングを開始。2006年にはバンド名を冠したファーストアルバムをリリース。2008年にサーシャ・ドブソン、キャサリン・ポッパーと共にガールズバンド、プスン・ブーツを結成。2014年にカバー曲とオリジナルからなる。 No Fools No Fun をリリースした。同作はジョーンズが関わった100作目の作品であった。2014年に長年のパートナーであるミュージシャンとの間に第一子である男児を出産。16年に第二子出産。ノラは私生活を公にすることを極端に嫌うことが知られており、パートナーと子供の名前は公表していない。2002年にサンドラブロック。 ヒューグラント主演のー・ウィークスノーティスにて本人役で女優デビューを果たす。2007年にはウォンカー・ウアイ監督による初の英語映画マイ・ブルーベリー・ナイツの主演を務めた。共演はジュード・ロウ、レイチェル・ワイズ、ナタリー・ポートマンなど。この作品は第60回カンヌ国際映画祭のオープニングを飾った。2012年テッドに本人役として出演。 初期の公式サイトにおいて、いくつかのライブ音源が公式配信された。配信されたのは、イリノイ州シカゴのハウス・オブ・ブルースでの2002年4月16日公演より、ターンメオン、コールド・コールド・ハート、フィーリン、ザ・セー・ム・エイ、テネッシエ・ワルツ、アイブ・ガットツー・シー・ユー・ア u a ン、ドント・ノー・ホワイ、セブン・ Hawaii、Seven y ベッシー・スミス、クレイジー、ザ・ニアネス・ソブ・ユーの11曲。 ニューヨーク州ブロンクスのフォーダムユニバーシティでの2002年3月3日、公演より、カムアウェイウィズメ、I'll be you a baby tonight の2曲であった。ジャズに属するが、米国伝統の様々な音楽を取り入れてアレンジ。シンプルで、覚えやすいメロディという評価や、心の奥に優しくタッチする歌声という評価もある。癒しの効果が絶大という声や、公式サイトによれば、キャロル・キング、 ジョニー・ミッチェルの系譜を継ぐ、ナゴミ系シンガーソングライターという触れ込みとなっているが、実際キャロルはジャズシンガーではない。ジョニーはジャズに接近することもあるが、やはりジャズシンガーとは言えない。プロデューサーのアリフ・マーディンも、ノラ・ジョーンズの音楽が属するジャンルを特定するのは難しいと語っている。日本では一部のみ販売。ありがとうございます。